楽しい幼稚園が並ぶ売り場の右端2004年撮影楽しい幼稚園は講談社が発行している幼児向け雑誌1956年11月に創刊。前身は1936年12月創刊の講談社の解本これが1938年3月に雑誌扱いとなり後子供絵話から戦後の 子供クラブ、幼稚園クラブを経て、現在に至る。だのようと略す。主に年中、年長時にあたる4歳から小学校入学前の幼児をターゲットとし、絵本、図鑑、子供たちに人気が高いテレビアニメや、特撮の情報で構成される。競合誌は、幼稚園であり、本紙の方が高発である。キャラクターの数がそれより少なめであるためか、 既存のキャラクターが関係しないオリジナルコンテンツの比率が高い。近年は未就学児の女の子で特に人気が高いプリキュアシリーズの記事を本誌や3歳児前後をターゲットとする姉妹誌のお友達が看板コンテンツとして独占的に取り上げており、その人気の影響もあってか発行部数では幼稚園より優位に立っていて公式サイト等では 4から6歳向けナンバーワン雑誌という記載も見られる。本誌は、プリキュアシリーズ以前でも、キャンディキャンディ、美少女戦士、セーラームヨンシリーズ、カードキャプター桜などといった、同社間の小中学生向け少女漫画雑誌、仲良しで連載した漫画がテレビアニメ化され、女の子に絶大な人気を誇った作品を、本誌やお友達が用事誌としては、独占的。 に取り上げており、アニメが発祥で、プリキュアシリーズの2作前にあたる、お邪魔女ドレミシリーズのヒットも合わせて、伝統的に女児向けアニメのコンテンツに強く、読者に占める女児比率が高いのが特徴である。最近は、プリキュアシリーズを筆頭として、より一層女児向けアニメのコンテンツに支えられている感が強い。これは、プリキュアシリーズのキャラクターが、 大々的に掲載された近年の表紙や手鏡及び他の付録へのデコレーション用のラインストーンなどといった明らかに女の子だけ対象とした付録が増加していることを見ても一目瞭然である。プリキュアシリーズ以外の女の子向けコンテンツとしてココタマシリーズサンリオキャラクターのマイメロディーシネモロールが掲載されている。また2009年度まで 仲良しから派生した作品のうち、幼児もターゲットとした作品の絵本や情報も掲載されていたが、2010年度以降は、幼児も対象に含めてアニメ化された作品がなく掲載されずに現在に至っている。その一方で、男児向けアニメのコンテンツは、姉妹誌のテレビマガジンにシフトさせている影響もあってか、ポケットモンスターシリーズなどを要する、 幼稚園に比べて大幅に少ない。特撮のコンテンツもかつては多かったものの、現在は、東映の、スーパー戦隊シリーズや、仮面ライダーシリーズも含めて、小学館の幼児師との掛け持ち状態であり、また2000年代初頭以降は、本市で掲載されていた、つぶらやプロの、ウルトラシリーズや、カプコンの、ロックマンシリーズなどが、小学館の幼児師、のみへのシフトを進め、 本誌から撤退した結果、本誌が掲載権を独占している作品がほとんどなくなっている。デジタルモンスターシリーズに関しては、漫画版は一橋グループの集営者の雑誌、V ジャンプに掲載されているが、小学館が推しているポケモンと競合関係に当たるため、幼児誌での展開に関しては本誌を含む講談社の幼児誌が、 掲載権を独占する形で掲載された。親の世代にも親しみのあるファミリー、一般向けアニメのキャラクターについては、講談社とウォルトディズニーカンパニーとの提携関係を活かし、ミッキーフレンズやディズニープリンセスなどのディズニーキャラクターが多数掲載されている。かつてはディズニー関連記事の独占掲載権も持っていたが、2000年代中盤以降は、 小学館の幼児誌、学年誌幼稚園、小学1年生などでも掲載されるようになったため、かつてのような排他的な関係ではなくなっている。付録は幼稚園と比べると、やや質素である。CD や DVD が付録になる場合があるものの、その頻度は幼稚園に比べると少なく、DVD は2009年12月号に、初めてフレッシュプリキュアの、 付録 DVD が付いた。また1年後2010年12月号及び2011年1月号で、ハートキャッチプリキュアの DVD も付録として付いた。そのため DVD が付いたのは、現在のところプリキュアシリーズのみに止まっている。しかし、過去には2006年2月号のように、2人はプリキュアの電池時計と CD が同時に付いたケースもある。 また、基本的な定価は670円であるが、豪華な付録がつく、豪の時は、定価が100円以上値上げされて700円前後になる、こともしばしばで、2008年11月号から本紙と、携帯電話を連動させた、企画のためである。最近では、前述の通り女児向けの付録が多くなっている。なお、子供向けトレーディングカードアーケードゲームの限定版を、 付録にすることについては長らく行われてこなかったが、2008年1月号に、講談社の幼児雑誌としては初めて、トレーディングカードアーケードゲームの限定カードが付いた。しかしその後はあまり限定カードが付くことはなく、トレーディングカードアーケードゲーム関連付録は、カードリストになることが多くなっている。2001年に、TBS 系で放映された、ドラマ、楽しい幼稚園との関係はない。 また、IQ ドリルやひらがな練習ドリル、工作ドリルも掲載されているので学習ができる。2009年頃に、旧公式サイトが、更新停止の後閉鎖された後、しばらく公式サイトはなかったが、2011年3月より、講談社子供クラブという講談社の子供向け雑誌、総合サイトを開設。だのようも、その総合サイトに内包されている。内は、 掲載期間を表す。月の作品は、芽生え、幼稚園にも掲載されている、もしくはされていた作品を表す。日本雑誌協会のデータによる本誌と競合し、幼稚園の月平均発行部数推移は以下の通りである。2007年度までは、本誌が幼稚園と比べてるせいであったが2009年度以降は上回っている。ただし本誌に関しても微減が続いている。 の部数である。いずれも本市の読者を対象としたコンピューターゲーム用教育ソフトである。ありがとうございます。